はい、どうもこみです。さて本日もこちらトゥインクルカップ西の美女クランさんからですねお届けしたいというふうに思うんですけども、本日ですね、合計4本動画撮ろうと思っています。でこれがまあ3本目なんですが、さすがに口が疲れてきましたしかもこの動画今実はテイク2なんですよね。ちょっと間違えちゃってテイク2してるんで、まあ、実質4本目分のまあ喋りになってるんですけども、普段以上にですね、ちょっとこう、なんか滑舌が悪くなってるかもしれませんが、頑張っていきますね。最後までご覧いただきたいと思うのと、このイベントからの動画、パート1、パート2があります。それぞれ、ですね、スーパーアーチャーを使った新戦術。あとは、ニッチだけどもすごく便利、覚えておきたいバーバリアンキング処理。この2つをね、過去、2つの動画で出してますんで、ぜひね、まだご覧になってない方はご覧いただきたいというふうに思います。で、本日のメインテーマはですね、クイヒーターンですね。響きがいいですね。クイヒーターン。かっこいいですね。これをね、見ていきたいと思います。で、何かっていうと、まあ、最近よく、まあ、ライトニングを使う方も、そうかもしれませんが、突撃艦を使ったり、ライトニングを使ったりして、アーチャークイーンのですね、を出す周辺の火力をあらかじめ落としてから、クイヒーをスタートするっていうような攻め方をする方が結構いるんじゃないかなと思います。で、そうなってくると、ちょっと困るのが、アーチャークイーンとディガホグがこう合流するタイミングで、どういう風に合流させたらいいのっていうところなんですよね。で、そこに関してちょっとね、動画を見ていきたいと思っていて、まず1本目っていうのは、その合流を何もしなかった場合、こうなりますよねってパターンですね。で、2本目っていうのは、意図的にその合流を工夫したパターン。で、3本目の動画っていうのは、ちょっとこれはね、本来起こってほしくはないんだけども、仕方なく起こってしまった、反事故、事故りかけの状態をうまく救出するためのクイヒーターン。まあ、この3つをですね、本日は見ていきたいというふうに思います。どれもね、見応えがあるアタックなんで、まあ、ぜひね、最後まで、お付き合いいただければなというふうに思っているんですけども、これまず何もしなかった場合ですね、見ていきましょう。突撃艦をですね、ここに当てて、タウンホールと相手の防衛援軍、これをね、釣り出しながらタウンホールを壊していきます。で、クイーンをここに出していくんですね。で、こう歩かしていきながら、ディガーとホグライダーに合流させていくっていう、まあ、パターンになっていくんですけども、ですね、これもまあ本当にこの時点で結構うまいですね。イエティとこれスニゴムも入ってるのかなを使ってしっかりタウンホール落としながら、防衛援軍を釣り出して、で、ここで相手の、主力級の防衛2つを潰しちゃうんですね。まあ、ディガホグをする場合って何が重要かっていうと、その、ディガーとホグライダーを出す前にいかにタウンホールと、防衛援軍を、クーヒーパードで壊していくかって、これすごく重要になってくるんで、まあ、今回の畑さんの、畑坊さんかな、これ、の、アタックでは、それがね、きっちりと、この、できているので、この後の伸び方がね、まあ、めちゃくちゃすごいんですけども、いいアタックになってる、まあ、ポイントなのかなというふうに思います。で、今回ですね、アーチャークイーン、ギガホグと、この、まあ、一時部分かな、で合流するんですが、その時に、特に何のターンもしません。そのまま突き切っていきます。で、突き切っていった場合ですね。まあ、どんな風になるかっていうと、まあ、一つは、アーチャークイーンにクイヒーがついたまま、アーチャークイーンが行き場所をなくなって壁を殴っちゃうっていうパターンですね。これが一個あります。まあ、もう一つは、こういう壁の隙間、こういうところですね。こういう隙間をアーチャークイーンが縫うようにして、うまいこと歩いていってくれる。で、クイヒーとディガホグがそれぞれ別部隊として、それぞれこうね、前進していくっていうパターン。で、三つ目っていうのは、ヒーラーがディガホグにこうスイッチするっていうパターンですね。で、どれが起こるかね、非常にわかりにくいんですよ。こういう合流の仕方をすると。で、今回は、ヒーラーが、ディガーホグライダーにこう、ついていきましたね。で、こうなったことによって、アーチャークイーンはもう回復の恩恵がないんで、ここで落とされちゃうんですけども、ディガーとホグライダーに関しては、これからがっつり回復していくので、それぞれがですね、長生きしていきます。こんな感じですね。アーチャークイーンは怒っちゃいました、ここでね。なんですけども、ディガーホグライダーはこんな感じで、ヒーラーが後ろから突くことによって、片一方のディガー部隊には、ヒーラー、もう片一方にはヒールと。呪文をね、使うことによって両方の部隊がこう生きていって最後まで全開まで伸びるという形になっていきます。こんな風にですね、ヒーラーのスイッチっていうのが綺麗に起こると、まあ、ディガホグライダーはね、かなり、伸びが期待できるので、まあ、そのまま押し切れるというパターンですね。まあ、これはクイヒーが途中で落とされちゃったっていう場合でもね、結構、期待できるそのヒーラースイッチのパターンになってくるんですけども、まあ、ディガホグのワンチャン安定感を高めてくれる、まあ、ポイントでもありますね、このヒーラースイッチって。
ただまあ今さっき冒頭言ったようにどのパターンが起こるか分からないんですね。あのアーチャー君が壁打っちゃうかもしれないし、どっか別の方向に歩いていっちゃうかもしれないし、のまあ不確実性っていうのがどうしてもちょっとあるので、まあ、そこは少しね気をつけながら使っていくということが必要ですね。ただまあ、ポイントは今回のハタボーさんはそうなんですけども、この部分の、高火力帯の施設っていうのを潰しておくことによってアーチャークイーンが呪文を使わずにここまで、歩き切ることができるっていうね、がポイントですよね。援軍とかが出てきちゃうと、援軍と当たりながら、このクロスボウのターゲットを受けるとか結構苦戦するケースが出てくるんですけども、それを安全なところでタウンホール と、中の、防衛を壊しておくことによってもう呪文全然なしで歩けると。同じようにこういうところね、こういうところか、こういうところの施設をライトニングで壊してこの辺からアーチャークイーンをこうね歩かしていくなんていうねパターンでもまあできるかもしれないですね。そんなように、アーチャークイーンの攻撃は届かないけども防衛の攻撃は通じちゃうっていうその一層壁の内側をライトニングとか、突破間で壊してからアーチャークイーンを進める、まあ、そういう場合に、アーチャークイーンってすごく伸びるんですけども、どうしてもその出くわしちゃうパターンっていうのが今のような、ディガーとのその合流の部分ですね。これをどういう風にやっていくか、2つ目っていうのがこのミスエルテさんのアタックですね、トゥインクルアイトのリーダーで今回の、イベントの企画者でございます。ありがとうございました。で、今回のミスさんのアタックもですね、まあ、こんな風にアーチャークイーンをまず出していきながら歩かしたい方向はこっちなんですね。こっちに歩かしていきます。突破間でここをがっつり削っていってアーチャークイーンの呪文を使わず、ちゃんとですねこの壁際を歩けるようにしていきます。で、ディガーとホグライダーをここから出していくんですが、じゃあアーチャークイーンどうするのって話なんですね。アーチャークイーンここに歩く、それとも壁を打つっていうパターンですね。おそらくこの2つのパターンがあると思います。で、どういう風にじゃあ歩かしていくのかっていうところなんですけども、それを見ていきましょう。まずこれは防衛援軍をしっかりですね突破間で釣り出すことを意図してますね。これもうまいですね。あのクロスボウ一気に下げられてはいますけども、まあ、火力が比較的低いところを使ってこうアーチャークイーンのね、クイヒーで援軍処理をしていくと、まあ、レイジ使ってましたね、すいません。あの呪文を節約できるって言いながら使ってました。ただもう見てほしいのはここですね、はい、ここ、これからですね、アーチャークイーンが投石機のタゲを取るところでレイジを使って延命を図りながら一気にディガーホグライドを出していきます。そうするとアーチャークイーンがどこに向かうかっていうと、このままアーチャークイーンどんどん奥に入っていきそうに見えるんですが、実はここ裏でレイジウォールブレーカーで壁開けてるんですね。ここそうすると何が起こるかというとですね、ディガーとグライダーがタウンホールをこうターゲットして、で、なんていうかな、ここの部分全部こう壊してくれてますよね。もうタウンホールも含めてここを全部壊しちゃってる。ちょっとアーチャークイーンで行き場がないんで本来壁殴るんですよ。壁殴るんですけども、壁が開いてることによって、はい、ここに入っていくんですね。こういう風にで入っていくと今度何が起こるかっていうと、相手のボムタワーを潰しながらイーグル砲までこう見ることができるんですね。こんな感じで、これがやばいですよね。はい、ここから先壁を殴っていくんですけども、そのタイミングで、まあ、これは運よくですね、運よく、ヒーラーがディガーとホグライダー部隊にこうスイッチしていきましたね。もう完璧なもう仕事というか、あのヒーラーの能力をもう最大限に使い切っているような仕事ですよね。こんな風な感じで、アーチャークイーンの、進路っていうのを意図的に壁を分けて、作ってあげることによって、で、壁を打つアーチャークイーンのその無駄な動きっていうのをなくす、まあ、これが、意図的に起こすクイヒーターンですね。よくありません、こうアーチャークイーンがこう進んできて、ディガーとホグライダーを当てていこうと思うと、ガッとこいつらがねこの辺をこう削っちゃうわけですよね。だからアーチャークイーンが行き場がないぞという場合、そういう場合に一層後ろ側の壁をこうね開けていくことによってアーチャークイーンの行き場を救ってあげる。で、そうすることによってアーチャークイーンを腐らせないようなね、歩かせ方を意図的にする。これがね、合流させるときに、イレギュラーというかもう運を天に任せるような形の合流にしない、まあ、方法ですね。もう意図的にこれをやってるっていうんだから、まあ、ミスエルテさんすごいなと思って。ただまあ自分もこれは、参考にしようかなと思いました。スーパーウォールブレーカーなんかが使えれば比較的にね、簡単にこういったテクニックは、実践でやれるので、やる価値あるなっていう感じですね。最初はあえて壁を開けずに一回アチャクイが通り過ぎてから壁を開けて、ターンを誘導するという格好ですね。
はい、でラスト行ってみたいと思います。涼花さんのアタック見ていきましょう。これですね、今回のねこのターンもすごいんですね。これはもうなんていうかな、ダブルアクセルですね。もうクイヒーのダブルアクセルです。これをね決めていくんですね。どんな話なのかっていうと、まずはここの壁を開けていきます。で、アーチャークイーンを壁の中に入れていきながらですね、相手のババキンの処理までこう見ていくと、当然シングルインフェルノも潰していくんですけども、レイジを使ってなるべくシングルインフェルノに早めにリーチにしたいんですが、ババキンがここでタゲを取ってくれちゃうもんだから、これ多分ね、自分を間違えたんじゃないのかな。レイジ2発目はちょっとこれ多分打ちたくなかったような気がするんですけどね。まあでもその2発のレイジも効いてるんで、相手のジャケもしっかり潰して、こちらが1時側はしっかりとベビドラがカットするんで、こっち側に金、クイーンが行くことはないですね。で、ここ、中のね、施設を壊してから、この辺の、ボムタワーとか、タウンホールをたげるのかなと思ったら、すぐに似てるんですね。ここまで読んでたら、ほんとすごいなっていう感じなんですけど。ただ、これ、今解説が追いつかないんで、見てほしいとこ止めますけども、中に入ったクイーンが、おそらくね、こういう風に行ってほしかったんですね。なんだけど、こっちに歩いて行っちゃったじゃないですか。これはもう完全に事故りかけですよね。歩いて行ってしまうと、タウンホールをじゃあ誰がケアするのっていうクイーンのね仕事、タウンホールイーグル砲、あとはインフェルノっていうこの超高火力隊をおそらくクイーンで突破していこうと思ってたはずなんで、プランが崩れちゃいます。で、今回だったらおそらくね、こっからキングを出して、でここからディガホグっていう感じで、こういう形で、でクイーンをこっちからみたいな、こういうね合流を多分意識したんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、そうならなかったので、どうするかっていうと、とっさにキングと東海者を出して、こちら壁際をカットで、ディガを一気に放出していって、ここですね、はい、クイーンがもう、こちらのなんていうのかな、キング側の方に歩いていくことがないように施設を潰しちゃうんですね。一気にドドドッと潰すことによって、クイーンが強制的に本来進むはずだった道にこう戻っていく、こういうね、ターンの仕方っていうのも、あります。で、これはおそらくイレギュラーなパターンで使う、クイヒーターンですね。本当は多分こういう風にせずにスムーズにこの通路に、歩かしていけるのが理想だったと思うんですけども、そうなんなかった場合ね、おそらくまあこれも読んでたのかもしれないですね。こういう風に歩いちゃうかもしれないな、その場合にはこう出そうかなっていう、あまりのその反応の速さでしたからね。すぐに反応して、キング、東海兵舎、ディガンが出てきたんでね。その回もあって、アーチャークイーンはしっかり狙ったこのね、通路を歩いていって、相手のタウンホール、イーグル砲、あとインフェルノタワー、ディガーと一緒になって、これを壊していったという格好ですね。もうこうなってくるともう止まんないですね。大量の、ウィザードと、あとロイヤルチャンピオン、アーチャークイーンが、フロークまで残した状態で、あとはお掃除タイム突入という格好ですね。素晴らしすぎるアタックでした。今回のね、締め、この両方のアタックですけども、1回転目、2回転目というね、ウィーヒーダブルアクセルですね。これが綺麗に決まった攻めでした。というところでですね、本日の動画、ポイントとしては、アーチャークイーンが黙っていたら直進してしまうよという場面において、アーチャークイーンが向かうはずの部分にある施設を全部ディガホグとかで壊してしまう。そうすると、アーチャークイーンはもう、ターゲットする施設がなくなっちゃうので、必然的にもうターンするしかなくなるんですね。で、ターンするしかなくなった時に壁があったら壁を殴っちゃうんで、その壁を壊してくる。これが1本、2本目の涼花さんのパターン、ミスエルさんのパターンですね。で、その壁がもう初めから空いてる場合、こういう風に空いてる場合っていうのは、そこに、スムーズにアーチャークイーンを流していく、というね、これが2番目の涼花さんのパターンですね。っていう風な形で、合流するタイミングでうまいことそのタイミングよくね、ディガーとホグライドを出すことによってアーチャークイーンがしっかりとターンするような環境を作っていくと、運を天に任せるような合流にならずに済むというところでですね、一つこれは、面白いテクニックなので覚えておいてもらうと便利かなという風に思いました。ちょっとレベル高いですけどね僕もこれなかなか狙って使うには少し練習がやっぱいると思うし、多分上級者テクニックで、需要がどこまであるかっていうのは少し微妙なんですけども、でもね、本当に使えるとディガーホグのプランニングが一つ、一歩上にね、進むと思うんで、ぜひ覚えておいてもらいながら練習してもらえたらと思います。
はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、今後もこういった、役立つ、テクニック動画を上げていきたいというふうに思いますので、チャンネル登録またの方もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。